今週の幸せな記事はインフルエンザを予防するポイントを取材しました。大好き松山。幸せパワラパン。編集長、風邪じゃないんですか？気をつけてくださいよ。これからインフルエンザの時期ですから。インフルエンザまだ先でしょう。流行ってからじゃ遅いんですよ。前もって予防するのが大事なんです。なんでも手洗いうがいが予防に有効なんだそうです。じゃあ今回のカーラ版はインフルエンザの予防について取材しよう。今週の幸せカーラ版は手洗いうがい歯磨きインフルエンザを予防しよう。インフルエンザの予防のポイントを取材しに松山市の保健センター南部分室へやってきました。お話を伺ったのは保健師の八木さんです。インフルエンザの予防には手洗いそしてうがいが有効的と聞きましたが。はい、インフルエンザの主な感染経路は飛沫感染と接触感染なので、はい、ウイルスが体の中に入らないように手洗いうがいをこまめにすることが大切です。ということで正しい手洗いとうがいのやり方を教えていただきました。まず普段通りの手洗いでどのくらい汚れが残っているかこちらの機械で見てみましょう。わかりました。これに入れればいいんですね。あ、白いのが出てますね。この白く光っているところが洗い残した汚れです。この汚れの中にはこれから流行するインフルエンザや雑菌が潜んでいます。では正しい手洗いをしてこの手がどのくらいきれいになるか見てみましょう。はい、わかりました。流水で手を濡らして石鹸をつけ手のひらを合わせてよく洗います。次に手の甲を伸ばすように洗います、はい、指先、爪の間をよく洗います。そして指の間を十分に洗いましょう。親指と手のひらをねじり洗いします。ねじり洗い、はい。最後に手首を洗います。そして水で十分にすすいでペーパータオルや清潔なタオルで拭きましょう。教えてもらった通りきれいに洗いました。もう一回チェックをしてみようと思います。あ、全然違いますね。ほぼなくなりましたね。正しく手洗いをすればかなりの汚れやウイルスを減らすことができるんです。水を口に含みブクブクと強く口の中を洗います。上を向いて喉の奥の方でガラガラとうがいをします。これを数回繰り返します。正しい手洗いとうがいのやり方はよくわかりました。これをあとはどのくらいやればいいんでしょうね。はい、外から帰ったら必ずするのが基本です。手を洗おう、はい、うがいしよう、子どもたちが元気に踊る手洗いうがい歯磨き推進ソングは手洗いとうがいそして歯磨きについてのポイントを歌詞にしています。ダンスと一緒にぜひ覚えてくださいね。お疲れ様。編集長、インフルエンザ予防のポイントどうでした？やっぱりね、日頃のね手洗いうがいの習慣が大切だっていうことがよくわかりました。ちょっとしたことで予防できるんですね。私も今日から実践してみようかな。